皆さんこんにちは。この動画ではセンターがデジタル支援を行った企業様の成果事例について紹介していきます。今回は館林市のスバル工業株式会社の社長野村様にご協力いただきます。野村社長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。御社はどのような会社かご説明をいただけますでしょうか。スバル工業株式会社は館林に創設し、小型高精度の切削加工を強みとする企業であります。対象分野は医療や自動車、建設業と様々であり、幅広い分野からの細かいユーザーニーズに応えた製造を担うことができる企業であります。また功績としては産業応用工学会学会賞等の認定をいただき、その高精度技術で医療産業を中心に事業展開を行っている企業です。御社の強みはどのようなところでしょうか。当社は製品試作、研究、開発分野に強みを持つ企業であります。3次元 CAD CAM システムを採用することでシミュレーション精度が大幅に向上しています。その結果として試作、テストの繰り返しが容易となり、研究開発の分野で大きな力を発揮しています。この強みがユーザーから評価され、付加価値の高い開発案件の受注を実現しております。また当社の企業理念を変わり続けるニーズに柔軟に応えるために挑戦することと挙げ、社会環境の変化により多様化する顧客の課題を的確に捉え、社会に貢献できる企業になることを目指しております。産業技術センターと共同研究した概要について簡単にご説明ください。本研究ではデジタルツールを活用した製造現場の生産性向上に向けた共同研究を行いました。当社が抱える問題は、保有する19台の切削用 NC1000 番設備のメーカーや仕様が異なるため、一括管理できるシステムがなく、設備の稼働状況を把握できない点でした。そのため設備稼働が分からず異常を認識できないため、設備が停止していることがたびたびありました。そこで設備の稼働状況を把握するため、社員が常駐する事務所のモニターで確認できる方法を産業技術センターと共同研究しました。具体的な内容についてお教えください。本研究では設備の電流値に着目し研究を行いました。すべての NC1000 番における機械的制御は電流値によって行われているため、電流と設備の稼働状況との連動性について検証しました。デジタルセンサーを用いて制御盤の電流測定を行い、光学式センサーと組み合わせることで稼働状況を認識できる信号取得をすることができました。またその信号について SIR と連携しシステム開発することで、事務所のモニターによる監視システムを実現しました。共同研究による効果を教えてください。パトライトと光学センサーを用いたシステム開発を行ったことで、事務所に設置しているモニターによる設備の稼働監視ができるようになりました。社員がいつでも稼働状況を把握し、現場作業者と連携することで設備停止や異常に対して迅速に対応し、生産効率の向上を 55% 上げることができました。また生産現場で常駐していた2名を削減することができました。2名に関しては配置転換を行い、開発事業に従事しました。その結果、エンドユーザーからの新規開発品の受注をいただくことができ、デジタル化による効果は弊社にとってより大きなメリットとなりました。御社の今後の取り組みについてお聞かせ願います。今後の目標としては、これまで以上にさまざまなデジタル技術を取り入れることで、年齢や性別、経験期間に関係なく誰もが高効率な作業を行うためのツールとして大いに活用していきたいと考えています。特に弊社は女性スタッフが数多く活躍していることが特徴です。デジタルの活用と女性ならではのきめ細やかな視点を掛け合わせることで、より確かな製造体制を構築してまいります。今回ご紹介したような県内企業様のデジタルチャレンジに、群馬産業技術センターも協力を続けていきたいと思います。
野村社長、ありがとうございました。ありがとうございました。